はいどうも皆さん、ヘイジブランサスのカーネルです。その兄貴でございます。今回は言いたいことが3つあります。1つ目はスクラッチイベントについてです。おお、この絵のタッチから見て黒ひょうかな。そうやね。ということは達也やリュウショウも出てくるん。いや出てこない。代わりに別のキャラが出てたやろ。ああ、ブラックナゴシか。そう、龍が如くのキャラでもないのよく出そうとしたなと思ったわ。あんたが出るくらいなら黒ひょうのキャラを出してほしいよね。ほんまに能力の名前をこんなんやで。威圧の極みや。どんだけ自分に寄ってんだよ。アホくさ。次は依頼横山出てきてこんな能力になりす。おい、バトルスキルとアビリティが味方への妨害になってるやん。うまいこと表現できてるやろ。あとやるわ。それに今回の G5 インガジョ決戦キャラが追加されて50連ごとに好きな SSR が選べんねん。おお、めっちゃサービスいいね。ちなみに今回実装された3人の能力はこれになります。春日はドッポインニースタイの上位互換になってアビリティでかなりダメージ与えれるようにしてるな。キリュウはゼロの柏木と並ぶ敵単体の攻撃の最強格になってる。リュウジはバトルスキルでオウミの特性のキャラに反射と再起が決戦キリュウ2のバトルスキルと割と近い能力になってるやん。二つ目はガチャ剣神社についてです。この要素は前の動画でも言った通り実装することには賛成だったんですけど、仕様がクソなんですよね。クソな理由を二つ言いますと、一つはご利益ポイントです。一日お参りすることに2ポイントもらえるんですけど、一日お参りしなかったら1ポイント減少するんですよ。要するに毎日お参りしないと損するってことやろ。そう、4ポイントのお供え物は今ショップやイベントにあるわけでもないし、ただでさえガチャ券の交換条件が高いのに配布料で減少条件つけるのはひどいと思うわ。それなら減少条件を廃止した方がいいよね。2つはご利益ガチャ券です。先ほど言った通り交換条件が高いんですよ。ブラックキラー確定ガチャ券手に入れるには約2ヶ月10日かかるもんな。あとこのガチャ券が使用できる範囲がご利益ガチャに限定されてる。僕ガチャ券のように汎用性がないや。ほとんどありがたみがない。これらを踏まえたら結局課金してキャラを手に入れろってことやろうな。三つ目は大満についてです。で、ちょっと前のアップデート以降からブラックキャラのボススキル迎撃テスト遠征ボーナスが追加されました。ただし問題が3つあるんですよ。一つはブラックセラのボススキルです。これ見てみ。あ、味方全体の再起解除負荷と再起するために防御力上昇、迎撃チートキャラや。もうダメだ、おしまいだ。もしこの遠征で来られたらどないすればいいねん。再起のオンパレードになって殲滅不可能に陥るな。諦めて別の対戦相手を探せってことじゃ。今すぐに再起解除負荷はなくした方がいいと思うわ。二つは迎撃テストです。このテストの実装は良かったんですけど、仕様が良くないんですよね。それは実戦用と模擬用で分けずに一緒にすることです。この仕様だと迎撃の組み合わせを試行錯誤しているときにその編成を対戦相手が倒してしまってポイントを稼がしてしまう可能性があるんですよ。そうなってくると迎撃の試行錯誤はしにくくなるもんな。そういうこと。3つは編成ボーナスです。お蔵入りになったキャラに活躍の機会を与えるのはいいとは思いますが、やっぱりブラックやレジェンド決戦のような強化がいるので厳しいと思います。だから前の動画で言った通り限定縛り戦を導入した方がいい。確かに。以上です。チャンネル登録よろしくお願いいたします。それではバイバイ。